バッサート・リューディンゲンは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテル・フランケンのアンスバッハ軍に属す軍所属し、かつての辺境白都市バッサート・リューディンゲンは、一見、アルプスのようにも見えるフランケン地方南東部から、シュバーベン地方北部にかけての山であるヘッセルベルク山、ドイツ観光街道のアルプスバルト海、ルート、森の豊かな高原エッティンワー、フォレスト、アーネンカム山に発する。 愛すべきベルニッツ川に囲まれた魅力的な町である。フランケンコ水地方までは約1 5トルの位置にある。隣接するディンケルスビュール同様に住民の大部分はアレマン語の一方ことである。シュバーベン語を言語とするアレマン人が多い。本市は公式には18の地区からなる。このうち小集落や孤立農場などを除く集落を以下に列記する。文献上は 836年にトゥルース・ムンチがという名前で初めて言及されている。市の粉引子やヘッセルベルクにはドイツテレコムの送信塔を兼ねた多目的塔が立っている。市の中心にルター派の生産民一体師教会が立っている。この教会は1738年から1740年にレオポルト・レッティが第三の宮廷教会として 辺境白馬ロック様式によって建設したものである。聖火体積は、洗礼に習って、ゴシック様式で建設された。内部には、クリスマスの物語をモチーフにした1500年頃の貴重な脇祭壇がある。市教会の塔には、当主の居住スペースがある。バッサーとリューリンゲンを、リンダウと抱負を結んだ、バイエルン最初の鉄道である、ルートビヒナン鉄道の一部ネルトリンゲン。 軍船ハウゼン線が走っていた。現在この区間はミュージアムバーンとして旅客運行を行っており、近年バイエルン鉄道によって貨物輸送も再開された。ありがとうございます。